ショナルアジア予選第1試合が始まろうとしています。アジア予選は日本で行われることが決まり、日本のサポーターも大興奮しています。おっと、早くもフィールドにはブルーとレッドの対照的な色の選手たちがその勇姿を表しました。アジア予選第1試合は韓国代表レッドバイソンとの対戦となります。その名の通り、赤い突撃銃との意味を持つ強力な突破力が売りのチームです。分かっているな、日本と韓国の実力は互角、この試合には調整が必要だ。はい、速やかに処理を行います。一方、日本は張錦雲監督によって選ばれた日本最高峰の選手たちです。キャプテン遠藤守を中心に強力なイレブンが日本の旗を背負います。皆さん、今日も勝ってくださいよ。スター、日本の今日の布陣は剛円寺と灰崎の2トップ、どのようなプレーを見せてくれるのか楽しみです。どうした、あいつにやられたダメージか。あ、いや、大したことないんだけど、あいつのことなんか気になってて。確かに彼の実力は本物だったよね。何者なんだ。まさか敵のスパイ。あ、いくらなんでもそれはないだろ。日本の選手たちよ、頑張ってくれ。日本の力を世界に知らしめてくれ。絶対アジア予選を突破するぞ。相変わらず熱いな。みんな、相手は世界だ。世界を相手にサッカーやろうぜ。おー、始まりました。日本対韓国、アジアのライバルが激突。勝利の女神が微笑むのはどちらなのか。見せてもらおう、日本は革命の旗になりうるか。残念だけどこの試合日本は負ける。なんか言ったか。いいえ、日本がどこまでいけるか楽しみですね。俺たちは世界へ行く。まず切り込んだのは日本だ。稲森、剛円寺、灰崎と前線のホットラインがつながっていくぞ。バカ、何、おっと、韓国速のトリッキーなプレーが灰崎を出し抜いた。ゴールはいただくぜ。攻め上がる韓国の前に日本のディフェンスが立ちはだかる。なら切り崩すまでだ。アイスグランド、一進一退、両者一歩も譲らない、実にいい試合となっています。これが世界レベルのぶつかり合いか。この程度が世界レベルだと？笑わせるな。お前は日本と戦うために特訓が必要だと言ったな。一体奴らに何を見たというんだ。日本と韓国、ほぼ互角の試合運びとなっています。さあ、先制点を挙げるのはどちらなのか。ほぼ互角か。分かっているな、日本と韓国の実力は互角、この試合には調整が必要だ。はい、速やかに処理を行います。調整などいらない、レッドバイソンの力見せてやるぜ。ペク、攻めるぞ。言われなくたって。特攻バッファロートライン。しまった、抜かれた。おれ、さて、このペク様を止められるかな。レッド
ブレイク。させるか。スピニングフェイス。風丸さんの新技。何？俺のシュートを止めただと。みんな、まだまだ始まったばかりだ。落ち着いていくぞ。おお。始めるか。ヤモリ。くそ。仕掛けてきたみたいだね。なんだあいつらは。ラフプレーで相手の冷静さを欠かせる。それが韓国のプレーだ。ラフプレーが戦略ですか。だが確かな実力は持っている。みんな落ち着くんだ。バイソン砲。空心雷神。このキーパー遠藤、韓国のシュートの前に一歩も動けなかった。あいつら汚ねえ真似を。あれはどう見てもキーパー妨害じゃないですか。あの程度の妨害に遠藤が惑わされるかな。遠藤が止められなかったのは妨害のせいじゃない。ああ、敵のエースはただ者ではなさそうだな。遠藤大丈夫か。あいつら、あんな卑怯な真似を。違う。邪魔されたから止められなかったんじゃない。あのシュートはすげえ。やっぱ世界はすげえ。稲妻イレブン。キャプテンが点を入れられてしまったでごしゅ。敵の目くらましにかかったか。でもあれを反則として証明するのは難しそうですね。日本は苛立っている。韓国は日本の経験の少なさによるメンタルの弱さをついてくるか。本当に経験が少ないのはどちらかしら。ん？先制された日本、さあどうするのか。日本ボールで試合が再開されます。さらなる泥沼に沈めてやるぜ。またラフプレーを仕掛けるつもりか。今度はお前だ。てえ。どうした。俺今ラフプレーを避けられたんだ。なんで。アースカ、お前も気づいたか。え、俺も敵のラフプレーをかわせた。なぜだか当たってくるタイミングがわかるんだ。なんだこいつら、なぜ俺たちの当たりを避けられる。妙だな。まるでこちらの動きが読まれているようだ。もしかして、まさかあれが。僕の名前が知りたいのか。僕は無敵ヶ原藤丸。君たちのようなダメ選手が FFI に出て日本が恥をかかないようにここで全員再起不能にしてやるよ。ちゃんとサッカーで勝負しろ。おはいおい、5対1なんだからさ、少しくらいはいいでしょ。確かにラフプレイを差し引いても一人で俺たち5人と渡り合っているのは尋常じゃない。ああ、こいつの実力は本物だ。まだまだこれからだよ。言っただろ、再起不能にするって。なんだこいつは。さーて、皆さん、お、
邪魔が入ったか。今日はこの辺で勘弁してやる。命拾いしたな。あいつのラフプレイに散々やられたおかげで、体が条件反射で敵のラフプレイをかわしたんだ。まさかあれがこの試合で役に立つとは。彼との戦いのおかげで俺たちにはラフプレイに対応する力がついたってことか。ほう、面白い。だとすればあの時の5人で防衛ラインを作れば。ふん、面白いじゃねえか。いいぜ。おっと、日本各国の激しい当たりを次々とかわしていく。まるで闘牛士が猛牛をもてあそんでいるようだ。効かなくなってやがる。なぜだ。いける。ゴエジ、新たなタクティクスを使うぞ。ああ、みんな反撃だ。はい。これが日本か。来るぞペグ、ディフェンスだ。ディフェンス、俺たちが劣勢だと。必殺タクティクス銃特攻。よし、道は見えた。いよいよこの時が来た。ラストリゾート。シン、止めろ。なんだこのシュートは。一体なんだ。ファイヤーボール。これは何というシュートでしょうか。まさに圧倒的アンビリーバボー。このようなシュートを日本の選手が使えると誰が予想したでしょうか。なんだ今のは。やはり完成させていたか。ゴーエンジ、やっぱお前はゴーエンジだな。エンド、それはどういう評価だ。しかしもはやエースストライカーなどという言葉では表現できはしないな。世界と渡り合うために特訓と研究を重ねてきた。これが俺のサッカーにおける回答だ。ゴーエンジさんはすごいな。すごいだと。陳腐な言葉でまとめるのはよせ。お、あれはパーフェクトペンギンの優に10倍の威力はあるだろう。まさに芸術の域だ。クラリオを本気にさせた日本人選手とはお前のことだったのか。ゴーエンジ修也、そうだ、私はあのプレーに魅せられたのだ。え、これはラストリゾート。日本にも現れたというわけか。世界レベルか。あいつ目障りだな。さあ試合再開です。同点に追いついた日本、反撃ムードを作れるのか。ゴーエンジさん、追加点を狙うぞ。はい。さっきの得点で全員の士気が上がっている。いい気になるなよ。稲森、行ったぞ。はい。よし、もらった。ゴーエンジさん、ゴーエンジ、どうしたんだ。ミッションコンプリート。ちょっと冷たいですよ。ゴーエンジ君、大丈夫ですか。ゴーエンジさん、何があった。ゴーエンジ、わからない、一瞬目がくらんで。立てるか。すまないが試合は続けられそうにない。そうか。ゴーエンジさん、俺の肩に捕まってください。
すまない。高円寺、高円寺さん大丈夫でしょうか。高円寺、お前の技は日本のサッカーの歴史を変えるかもしれない。こんなところでリタイアは許されないぞ。高円寺ほどの選手が接触で怪我？なんか腑に落ちないな。ただの接触じゃない。スパイクに鏡を仕込んでいるのよ。え？鏡で目をくらませた。みんな落ち着け。試合はまだ前半だ。落ち着いて戦えば勝てる。遠藤さん。さあ本番だ。高円寺さんがいなくても負けるわけにはいかない。やり返してやる。ハイタキ、ラフプレーはダメだ。うっせー、分かってる。そこまでガキじゃねえ。アイザキ、ち、スパークウィンド、今後の試合に支障がなければいいかな。ゴーエンジさん、よかったら新しいのと変えてください。どうぞ。一押し君気が利くでごしゃ。交代はヒロとか。いよいよ一緒に立てるな。さあ、え、さあ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 、あれ、まさか自分が出るつもりじゃ。そのまさかだな。すごいやる気だ。おしゅあいつらとことん砕いてやるぜ。選手交代です。ごしゅ、高円寺君に代わってさあヒロト君出番です。なに最初から入れときゃいいんだよ。世界がひれ伏すこのゴッドストライカー様をよ。気合入れてけよ。俺は温存されとくぜ。ゴージ前向きだな。まあな、笑わせんぜ。ゴッドストライカーだと言ってろ。俺様の足引っ張んじゃねえぞ。フィールドの悪魔さんよ。さあいよいよ後半戦です。ペク、俺たちレッドバイソンは真正面から敵を蹴散らしていく。それがチームの個性じゃないのか。何が言いたい。稲妻ジャパン、新たに入ったのはキラヒロと灰崎亮平とのツートップとなります。どうなるんだこの二人。行くぞ。一瞬でぶっ潰してやるぞ。キックオフです。さあ並び立ったゴッドストライカーとフィールドの悪魔、まさしく神と悪魔だ。両者は相入れない存在か、それとも人知の及ばぬ最強タッグとなるのか。おっと、キラヒロトパスを出さず一人で切り込んでいく。世界の舞台でも究極の個人技でゴールを狙うのか。次はお前の番だ。
灰崎も自ら抜いていく。おっと、灰崎良平も個人に炸裂。平ヒロトに応えるかのようだ。何やってるんですか、あの二人。これ世界大会ですよ。やっぱりあの二人絶対合わないわね。おおほほほ、何しろ神と悪魔ですよ。合わなくて当然じゃありませんか。ならどうして。こんなもんだぜ。どうだ。なんとオルマイという聖域でもまさに神レベル、悪魔レベルの個人技能応酬だ。完全にあの二人が戦ってないか。うぜえんだよ。さあ、ゴールという聖地を征服するのは神か悪魔か。おっと、暗黒パスをカット。後半戦最初に決めたのは稲森アストだ。まずいことしちゃった。しゃあ、点を取ったのに何ですかあの二人。あいつらの敵は韓国じゃない、あいつら同士だ。次のターゲットはキラ・ヒロトだ。今だ。キラヒロト、シュート技をフィールド中央で放った。なめたまれしてくれるじゃねえか。大丈夫。よくかわした。今だ、この機を逃すな。行くぞ、特攻アパロートレイ。まずい。レッドブレイク。風丸さん、危ない。風丸、じゃあ。ゴール！韓国レッドバイソン、決めるところはしっかり決めてくる。大丈夫か、風丸。ふざけてやがんな、あの野郎ども。ペク、いい加減にしろ。はあ、分かっているんだ。お前が刻印の戦士だということはな。さっきのシュートは明らかに危険だった。これ以上そんな行為を続けるなら監督に交代を進言するぞ。分かった分かった、仲良くやろうぜ。さあ、後半も中盤2対2。ここがまさに両チームにとっての正念場です。ペクシュー一気に上がっていく。ようやくまともにやる気になったか。サク、頼むぜ。
味方同士で激突だ。大丈夫か、ソク。ソクミンウ退場です。ソクさん退場ですか。ソク邪魔者には去ってもらう。ったく、味方同士で潰し合うとはバカな奴らだぜ。まったく、お前らがそれ言うのか。さあ、後半戦残り時間が少なくなってきました。勝負を決めるぞ。韓国得意のプレイスタイル、一気に日本に攻め込んでくるぞ。何としても守り抜くぞ。はい。必殺タクティクス、エンジェルロード。よし、行くぞ。はい。平ヒロトと灰崎良平、二人がうまく絡めば日本にも勝算はあるな。そうね、合わなそうでも美味しいってことあるよ。しょっだ。なあ、おいしいぞ。待ってやった。行くぜ。俺が決めてやる。ボールは神と悪魔のツートップへ。これが最後のチャンスだ。行け、決めろ。どうしますか。好きにやらせましょう。どうしてそんな指示出すんで、ボッシュ。はあ、面白い。何。ああ残り1分を切った。稲妻ジャパンの神と悪魔、互いに競り合っている。やりたいようにやらせてもらうぜ。ここに来て個人技が炸裂。神と悪魔は相入れないどころか、熾烈な一騎打ちをしているようだ。ボールをよこせ、俺が決めてやる。なら取ってみろよ。てめえ、俺様をなめんなよ。知るか。見せてやる、俺の新必殺技、ペンギンザデビルはな。ペンギンザゴッドデビル。何、ここで試合終了。稲妻ジャパン、アジア予選第1試合を見事勝ち抜いた。やったー。やったな。よくわかんねえけど、すっげー。今のシュート偶然っぽかったけど、もしかして監督はここまで読んでたんでごっしゅ。おー。意地の張り合いもパワーの源です。やったな、灰崎ヒロト。まさかこんなことに。まさかいがみ合う二人からあんなシュートが出るとは。君は何か分かっていたのか。